若林さん、東京ドーム公演後、日向坂に熱いエールを送るオードリーの東京ドーム公演に行ったこのちゃん。公演の終わりにオードリーから挨拶があり、一人ずつ来てくれて、まずは若林さんが挨拶しに来てくれて、その時初めて見る人くらいテンションが高く、天井に指立てて、ふう、みんなマジでありがとう、と、このちゃんが誰？ってなるくらいテンションが高かった。でもライブ終わりにテンション上がるのはすごくわかるから、その状態の若林さんを見れたのが嬉しいなと思っていた。そしてひなあい頑張ろうね。ここからまたさらにやっていけるよ。とすごく熱くて優しく、次はお前たちだなと言ってくれて、このちゃん、そこでめちゃくちゃ泣いたそうです。これを聞いたお日様たちは、東京ドーム後のアドレナリン出過ぎてる若林さん面白い。若林、次はお前らだな。お日様たちの喝采と歓声で埋めたいな東京ドーム。次はお前たちだなって最高の激励だよね。若林さん恥ずかしくなるやつ。オードリーから東京ドームへのバトンを受け取ったし、改めて気持ちも強くなっただろうし、若林の言葉に何人のメンバー涙したんだろう。若林さんの話よかったな。あんなすごい公演見た後そんなこと言われたらそりゃ日向坂メンバーもドイツもあとあんな熱くなるわな。本当良い関係だな。真の部分では熱い若林さんとの関係もとても良いし、春日さんとの距離の縮まり方もそれはそれで好きです。